頼む。なんかちょっとババッて入ってくるのが、おっ、はい、皆さんこんにちは、ゲームウィズナウシカのです。はい、皆さんこんにちは、ゲームウィズの城です。はい、今回ですね、常闇の神殿の時の間の方にですね、はいはい、え、落ちました、落ちた落ちた、あ、落ちた、はい、はい、に、まあ普段ね、まあナウシカさんだったり自分だったりとモンスターの、ね、うん、方とかと、まあ、どんな感じでね、はい、まあ、周回してるのかということで、ちょっとマルチで攻略解説、ね、ね、していこうと思います。ます、今回は、まあ、マップごとの解説っていうよりは、どういう、ね、ポイントを押さえて高速周回目指してやってるかっていうのをね、うん、紹介していければと思います、はいはいはい。じゃあまずパーティーからどういうモンスター普段使ってますかと、うん、まあ、1体目はね、うん、つけたいね、そうですね、つけたいモンスターだと思うんで、うん、あれですけど、まあ、2体目とか3体目以降ね、はいはいはい、起きた、うん、本格ステージこれ金隠したことないですよね、はい、最近高くない、でもここ確かにここをね、高い気がする、本当確率一定のはずなんだけどね。はい、でまあ普段ね、自分がね、闇の時の間で絶対使うってモンスターはやはりストライク、うん、ここストライク超えるモンスターはちょっと個人的にないから、ストライク入れるし選ぶな、はい、フレンドでも、ね、出たら、でフレンドでやっぱ選ぶのはストライク、はいはい、あとリコール進化、ああ、うん、自分はね神化使ってますよそれ好きだからですよね絶対絶対好きだから、フレアがね、はいはいはい、強いよ、まあ、フレアはね、あれどこ行っても強いからね、あれ、はい、おかしいね、銀が出て、金閣じゃない、銀閣だからね、もはや最近はい、で他もやっぱガブね、今ナウシカさんが使ってるように、一応うちのランキングもね、はい、ストライク、うん、ガブリエルがマックスランク入ってます、そうですね、やっぱこの2体はね、はいはいはい、どこ行ってもやっぱ強い、ちょっと、はい、でボス1行きました、はい、まあ、このクエストね、アビロックがあるから、そうアンチダメージオールあってもなくても結局アビロックでね、うん、避けなきゃいけないって状況はなきます、そうなんですよ、なんでも常にアビロックかかってると思ってアンチダメージオール持ってないモンスターも結構連れてきたりします、うん、結局本当もう、うん、ダメージオールがね、はいはいはい、基本もう LG2 面以上貼られると思っていいです、うん、そうですね、なんで、敵をねうまく利用して、はいはいはい、敵とかビットをうまく利用してカンカンで避けていくみたいな、そうなんですよ、ね、結局避けなきゃいけないですからね、そう、はい、はい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 、でもここは下の方 の、 忍者倒しとけばダメージオールのね、そう、展開が少なくなるん で、 そうそうそう、でマップによってダメージオールの、うん、ダメージ変わってきますね、変わりますね、ここは第一はかなり大きいです、はい、大きいっす、偶数マップが、少ない、はい、うん、まあ、カンカンしたら普通にやられるけど、そうそう、うん、1、3と比べると 2、うん、4はそうなかったですね、はい、これは本当もうちょっとゲージも外せないですね、うん、あんまりで、ここポイント右下、次のねマップで特権、次のマップから2、そうそうそう、3、4出てくるんですけど、はいはい、出てきた場合はこのね右下のヘビのところに特権できるんで、うん、なるべくね右下にねモンスターを集めておく、そうす、ここ行ったらもう最悪ね特権できたらそこに、そう、はい、そこにも反射のねモンスター挟まると、うん、ちょっとねロスになっちゃう、ロスになっちゃう、はい、でまあそうですね、で次のマップのために3マップ目に、まあ、自分の上のストライクとかがいいかなマッチショットができるんですよ、うん、疑似マッチなのかな、はい、なんでなるべく、上に右上、今の右上のストライクら辺の位置に1体置いておくといいです、はいはい、はい、でそれ以外は下、そうですね、はい、次もあの下に特権が出てくるんで、うん、出てくる可能性があるんでねそう1体上にいればね、もうそいつがもうスラッシュ倒せ役で、もう他のやつらはもう特権ね出た時のために下行っておくといいですこっちちょっと上にいます、はいはい、でもスラッシュはそんなだからな、あとこここいつ一応魔封じだっけ、魔族キラー、魔族キラー、魔族キラー持ってるんで魔族はねキンキンと、オッケー、できればね来い、特権来たらやばいですね、撃ちますよ、もう撃っていいよ、はい、特権か、はい来い、あ、はい、じゃあ来なかったら説明します、ここ左の雑魚、上の雑魚、右の下の雑魚で一応マッチショットができる、で下の場合はこんぐらいで、なんか一応下側のところにマッチショットができる、上見せるな上見せるなかった下こんな出る、はい、下めっちゃ出ます ね、はい、でこれ飛び込む時の、コツが右側から飛び込むとねはまれないんですよ、まあ、はまれることもあるんですけど難しいから、左側から飛び込むといいですね、上の方が見せたかったんだけどいなくなっちゃった、そうですね、はい、そうですね、うん、そうですね、で、あ、配置できなかったかなはい、で次のねマップは、あ、234じゃないわ、ごめんなさい、123ですね、特権出る場合、
に4マップ目だけ特権出ないんで、そう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 、もうボスを倒せる配置最後は出ないしとく方がいい。HP 高高いっすね。これストライクのいいとこだよね、やっぱ。なめを何回か触れた時点じゃね、もう全然削られないから。はい、でラストですね。ラストですね。でここ SS 連打できる場合はいいんですけど、できない場合はこの右のね2体倒しといた方がいいです。こいつはほっとくとね、うん、結構持ってかれる、はい、邪魔だし火力高いし、いいことないですねこいつ。よし、これ見せるんじゃない、はい、絶対当たんないでしょ。マジ当たんない。ファンシャインに当たんない。いいあ、いいっすよいいっすよ。いや、はい、でもこれしかないよな、うん、角度的に。でここ前の頼む、ちょっと別に2体当てる必要もないですけどね。やったすごっ。今多分少しでもずれてたらあれでしたよね。確かに、うん、すげえピンポイント。はい、で前のマップでこの左側のね位置に入っておけると、すぐにねスラッシュが倒せるんですよ。いやこいつの嬉しいな、当たるとみたいな。来た来た。確かにここでここでもうね楽しかった。いやまだ分かんないからね、うん、3個も落ちた銀やばいな。やばい。金閣ステージどこ行ったんですか。金全く落ちなかった。はい、はい、まあでもね、そうそうそう、はい、しっかりね、はい、あのダメ音ねアビロックちょっとしっかりやってって、うんうん、はい、あとは特権ね、やっぱ、はい、あの皆さん狙ってらっしゃると思うんで、うんうん、っやっぱりそのどこに出るかっていうのをね、うん、全部把握しといて、把握しといて1体とか、うん、特にあのストライクとかランダー使えるんでね、うん、その辺のモンスターはやっぱり付近に赤字に置いとくと、うんね、特権出てもね、はい、仕留めやすいと、うん、はい、はい、まあね、うん、特権をねあの逃したくなくて連れていくのにおすすめなのはやっぱりサキュアスの進化の方ですね。ダメオアジンキラー M の方、あっちかどうしようこれ、まあ、ガブ近く置いとくだけで倒せると。微妙、まあ、ナビっすね、これいいよ。まあ、ナビっすね。それつけない方がいい。まだあるいや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 、はい、はい、はいはい、って感じでね、普段はね神殿周回してます。そうですね、まあ、こんな感じでね、はい、わい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 、はいはい、まあ、あとでも やるときはやっぱり、ね、はい、自分基本ソロだからあれだけど、やっぱね、うん、マルチやったら絶対いい。そうですね、宝箱はやっぱ全然違う、うん、スタミナ効率はやっぱマルチの方がはるかに多いですね。一周でね、うん、ドロップ途中でするし、そうそう、あれがでかい、うん、倉庫とかで立ったらねスタミナもそうそうそうできるし、自分もね基本ソロっすね神殿は、うん、ソロでもまあ確かにね、うん、やっぱ早いっすね、周回するの早い、周回が、はい、はいはい、なんで、ね、皆さんも回るときは、まあ、今ねポイントスラッシュの方のちょっとマッチショットが紹介できなかったんですけど、うん、まあそこに擬人マッチポイントがあるよと、はいはいはい、まあうん、コメント欄とかでもね、自分はこういうので回ってますから、うん、回ればぜひ教えてください、ね、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録ね、はい、ファンの方はぜひ、はい、ちょっとこの夏休みの、ね、機会にね、長期の有効を利用して、はい、チャンネル登録してもらうと、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとツイッター2人ともやってますんで、はい、はい、やってます。お願いします。お願いします。じゃあ今回もゲームズ RPG スタジオの2から、はい、2からお送りしました、はいはいはい、ゲームウィズナウシカのでした。はい、ゲームシロでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。はいはい、じゃあね、はい、まあ、どこで ね、そうそう挟まるかっていう感じで、さっき下だったんで、さっきは下、ね、はい、上バージョン、うん、まあ、右上のストライクの位置で入るんですけど、うん、でここ、こういうちょっとずれた位置からだとこれで入れないんですよ、確かに、はい、なんでもうこの左上、右上の方からこうやって入り込む感じで、うまっ、バッて入ってくるのが一番いい。300万出た。300、ちょっと飛んだぐらいじゃないですか。はい、だからもうちょっとなんか上の位置に配置しといて、左下方向に矢印向けて入り込むっていうね方向じゃないとね、ちょっと入り込めづらいんですよね。今多分弱点あったりすると800万とか出てここで終了になる。まあ、ただねこれね、自分がよくやるのが、下側に特権出てるのに入り込んでボス倒しちゃって特権がもうね意味なくなっちゃうってパターンもあるんで、それもちょっとね注意が必要。はい、急がないとやばいっすね。3秒だ。3秒だ。うまい。あ、やっぱちょっと飛んでますね。ちょっと飛んでるね。でこれやってくとね、やっぱ、はい、周回もねかなり速くなるし、いけいけ、はい、頑張れ、ダッシュ、ダッシュ、弱っ、ゲージ外したからですかね。はい、まあ、これはおまけでしたと。飛ばした意味ないじゃないですか。飛ばした意味ないじゃないですか。もうめっちゃ使っちゃってる。3秒3秒、はい、3秒、これはいったっしょ。オッケー、いけ、あれ、ランダー当たってない、ランダー当たってない、ランダー当たってない。おっ、はいはい、来た。まあ、じゃあこれ、ね、まあ、おまけですけど、ちょっと、はいはい、まあ、結果をね、あ、じゃあ見ます、みんなが気になると思うんで見ましょうか。見よう。
ちょっと2体目のストライカーもね、ちょっと得る 2個にしたいんだよね。はい、同族過激の L 欲しい。何があるか、はい、これ来るんじゃないですか。特急だった。特急でした。あ、本当ですか、うん、あ、じゃあ平和に終わりましたね。片方だけ得るっていうのが一番寂しいですからね。はい、受け返りか。そうですね。はい、じゃあまあ今回はね、あの3マップ目がやっぱ一番マッチショットが狙いやすいんで、うん、あそこをねじゃんじゃん狙ってって周回をね早めていくと。で普段もこんな感じでね、モンスターハンでね、誰かしら上いるやつが、そうです、ね、うん、みんなハマって、はいはい、パッて、はい、周回を早めてねやってます、はい、まあ今回はじゃあ、うん、今回はっていうか、まあこれであの、うん、続きっていうか、そのマッチのところだけなんで、はい、終わります。終わります、はいはい、じゃあね。